おはようございます。おはようございます。立春盆栽大市が2月の9日から17日まで、やってます。はい。中火曜日11、12まで連休ですね、うんうん、3連休明けの火曜日の13日が展示会の方がお休みになりますので、売店の方も来ない人もいます。でもうちは豆なんで水やんなくちゃいけないんで、うんうん、うちはお休みなしで投資で17日までちゃんと言います。はい、はい。そこで今回たくさんあるのが長寿梅と、なんかね急に長寿梅が気に入って、なんでだかわからないんですけど大中小と、そう大中小とね苗木をねいっぱいね買ってきて、はい。でまあ根巻きで販売したり植え替えて販売したりはするんですけれども、これを買った場合の植え替えの方法っていうか、こんなのね、はいはい、このまま持ってかない、痛いから切ってから行きますけれども、うん、まあこういうのはどうなるかみたいな、そういうお話で植え替えをしたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、いいね。これはみんな赤花ですね、こっちがね。でこれ白なんですよね、うんうんうん、白はねどっちかっていうと小枝ができないんです。そうですね。葉っぱもちょっと大きいんです、うんうん、ただね可愛い花が白は、あ白、うん、赤ばっかだとだんだん鬱陶しくなってくるので時々白を置くという感じで、うん、白はね花つきが抜群にいいんですよ、うんうん、だから咲かないっていう木はない、白の場合。赤の長寿梅って咲かない木があるんです。そうなんです。すごいかっこよくなっても咲かないっていうのがねあるんですよ、ね、咲かない、咲きにくいとか。そう咲きにくいっていうか本当に咲かないのがあるんですよ、ね。まあ、だからねつぼみが全然来てない苗木だったらちょっと危ないかもしれないですね。花見たい方は花芽はほらこういうのね、こういうの今こんな感じちょっと赤くプチってなってますよね、はいはいはい、このポチポチが全部花なんですよ、うんうん、だからこのちっちゃいやつもこれここに来てますよね、はいはい、これね。であとこの辺のポツポツポツっていうのがこれが花になっていくのね。これもいっぱいポツポツがあるからこれ、うんうんうん、ね、これ全部花なんですよね、はい、だからよく見てお買い上げください。で、はい、今葉鞘の方は見てもわからないと思いますが、うん、まあかな。枝があの細かく出るタイプのやつは葉っぱも小さいです。でやっぱほらこれと比べてはっきりわかると思うんですけど、うん、こういうふうに伸び伸びと育っちゃうやつは葉っぱが大きいです、ね、なんか白花のが花大きいイメージがあります。そう、葉が大きい。そう、葉っぱも大きいし花も一回り大きいです、うんうんうん、なんかボケ、白いボケみたいな感じにはなるんだけ ど、まあボケよりは花つきが全然いいかな。長寿梅の方がいいですね、うん、四季咲きなんつってね、うん、赤は四季咲きですけど白はそんなに咲きません。あ、そうなんですね、はい、すいません白はね今頃、あ普通だとね赤だと多いと3回ぐらい咲くんですけど、うんうん、白1回だったような気がする。なるほど。んですよ、うん、でも白人気あるんですよ、うんうん、この中間のこれね、これこういう状態になってますが、これがね伸ばしすぎなんだよね。これ伸ばして根をこう張らせようとして苗木屋さんやってんだと思うんですけど、ここまで伸ばさなくても、うん、でトゲのついてるとこは花芽が来ませんから、うん、安心して切っちゃってください。あ、そうなんです。そうなんですよ。ここまでトゲあるでしょ。ここから花ですから、はい、ここには来ないですからね。こう切る、痛いから、痛いんだこれ、うん。でこういうちっちゃいやつもとんがってて痛いから切る。あ、これは枯れてるな。これでこうやってね。でこれも、まあ、だいたいトゲのないところあたりまで。これもね、ここにポチ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 ってこれハメになってると思うんですけど、細かい枝を作るには少し短めにしとかないといけないから。これ切る時期はいつでもいいんですか。本当は伸びます春から、うん、でこのくらい伸びた時に切るんです、はいはい、これ伸ばしちゃダメです、うんうん、これちょっと伸びたら切る。で切ったら肥料やるんです、うん、ですぐまた伸びますからまた切って肥料やるんです、うん、他の木よりも肥料のやる回数が多いんです。へで細かく切っていくとすごい細かい枝になってくるんですよね。一年中剪定しても大丈夫。大丈夫、大丈夫、うん、で花がうんと咲く前に葉っぱが自然に
パラパラって落ちることがあるんですよ、はいはい、で落ちた時にあ枯れちゃうのかなと思ったら逆ね花になるのうーん葉っぱがうんとついてる時は咲かないんですよね。なるほど。木ってこんな感じになりました、はい、あれなんですよもうね根っこがどうなってるかね、うん、ほじくるまではこういう苗木はわからないんですよ。基本挿し木ですからね。そうなんですそうなんですそうなんですよ。だからねとりあえず切ってみてまあこれとこれやってみるとするでしょ、はい、これ痛いんで気をつけましょう、うんうん、あーってちっちゃいと思ってちょっと長いです。長いはい長いですね。買ったら長かったみたいなね、まあ、こんな長いんだよね話にならないですね。あまあこれがこんな感じね。うんはないね。わかんないんだ。あんまりほじくってもね怒られるし、ね、怒られちゃうしうん、これもちょっと長いけどこっちよりマシ、うん、こっちよりマシ長いな。この棒のところがねもうちょっとね短く刺してくださいってお願いしたいんですけどね、うん、花はねいっぱいついてるけどね、はいはい、ほら、うん、そうそうそうこういうのを選んじゃった場合の植え方っていうことにしましょうかね、はい、いいのは誰だって植えられるんです、うんね、でこれ洗います、はい、その時に幹を少し洗ってでも根はね横に張ってますからね、うんうん、ほらこんな感じね。はい、で普通あの長寿があんまりね切んないんですよね、うんうん、あの根っこからこう矢後枝が出て、はい、株立ちにしてそれをまとめて一本の木として、うんうんうん、見るからあの根っこ切っちゃうと矢後枝出ないんですけどさすがにこんな長いのはいらないの で、 そうですね、これは切ります。で寝伏せもできますね、うん、そうこれはもう寝伏せできるようなあれじゃないんでね挿し木もできます、うんうん、寝伏せもできます、ね、この枝太くて嫌なんだけどね、はいはい、嫌なんだけど取っちゃうと後でね問題が起きるからバランス見ながらでちょっとねあんま切り口が目立つようでしたらこれでちょっとね、はい、キニヌール、キニヌールを塗って保護剤ですね、うん、そう保護剤で ね切り口目立ちすぎますから、ね、さてとこれをどうするか前後ろも合ってないような木なんですけどやっぱこうじゃおかしいのでこうですよね、うんうん、斜めに植えていきますねこれね。いっぱいありますね長寿梅いっぱいあります。赤なんでこのくらいあれば十分色っぽい方が可愛いかな。いっぱいあるからいっぱい好き放題なんですけどぴったりくるサイズがね意外とないのよこれっていうの、うん、これ全然 OK これは大きすぎます、はい、このサイズで、うん、OK かな、うん、無理だろうさすがに土が入らない、うん長いのを切っちゃいます、ね、ここでこのくらいが切ってみましょう。石かませたくなる、なるほど石かませたくなるね。これ可愛いんだけどね根っこがねすごい強い根っこがあるんで、うん、難しくなってきたね。ここでグーってグーってね引っ張って植えるときに、はいうんうん、そうするとここ出るんだけどこの根っこ面白いかもしれないから、うん、石探してみるか。うちにはね石がね庭に転がってるんです、はい、ここの間に入れたいなと思ってさ根の間、うん、うん。こっち前でしょ前に石来る方が面白いかなそれとも後ろかな小さいかな。このくらいかな。こんな立ててさ、こんなに石見えるよ。どう？これ入ってんだよね。石が入りました。はい、ここにスポット。いいですね。なんか幹のね、間延び感を埋めてる感じもするし。そうそうそう。石に目が行くとね、ここのバカになってる棒がね、はいはい、うん、目立たなくなるんでね、こういう風に。まあ、目の錯覚なんでしょうけど一応ねだってねほじくってみるまでわからないで苗木って、ね、難しいんですよ。だからうちは根巻きを売りますが、はい、
降りますが根っこは見えないので、うん、勘弁してください。そうですね、これはね宝くじみたいなもんですよ。すっごいかっこいい根っこと固根になってるのとありますね。まあ、うん、でも1年経てば、うん、植えて1年経てば大丈夫だから。もし生鉢に植えなくても根をかっこよくしたいならこれを泥鉢、うんうん、普通の三温鉢に入れていただければうまくいきますよ。あんまり入らないから土が、うん、本当に少しです。縛っちゃう縛ってもこうギュ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 ね、後で取れなくなるみたいにギュってやっちゃダメ根っこが太るときに食い込んじゃいますからね、うん、はい、ちょっと今だけ仮止めみたいな形、うん、これねこれ外れるようにしといた方がいいです。いきます。こっち前なんで、よいしょ、この時にこっちにグッとグッとやんなくちゃいけないので、うんうん、手で石を押してでこっちの根っこに引っ掛けてグッと引っ張って斜めに入れる。とりあえず止めるっていうことで、はい、もうちょっと下げたいんだよね。もうちょっと下げたい。いいよ、うん、入った。難しい斜めに来ません今度こっちをこっちの根っこ止めますね。どうしても斜めにならないね、うん、ね、切っちゃえばよかったですけどね、切りたくないよね。立っちゃいますね、うん、こうなんですよ本当は。こうなる。もう一回根っこを引っ張る。ギュッ、少し斜めになったんで、これじゃ無理です、うん、はい、皆さんどうもすいません、まあ、もう2月ですからね、植え替え全然平気です、うん、ガッチガチに凍らせなければ早いですね。花芽がこんなに膨らんでるんだからね。そうですね、うん、ちょっと花芽が膨らんでると、細かい土ちょっとお化粧して、このね根っこ、ここに根が出てるじゃん、うん、この小根がねあるとね汚らしい、この綺麗に掃除します。まあ水やります、はい、こっちで押しとけばこんな感じかな、うん、はい、うん、なんとかなったね、うん、この状態からだからね。そうですね、でも苔あったらなんか雰囲気でそうですね、うん、これがこうなりますね、うん、で今ブツブツ切ってあるけど葉っぱ出て小枝がいっぱい出ますから、こんなに伸ばさないでこのくらい伸びたら切って肥料、切って肥料、それを繰り返してればもっと細かい枝になってきますから、しょうがないね。しょうがない、ね、しょうがない。最初のやつね、はい、結構小さい鉢に入ります、うんうん、入ります。なるほど、この太さだったらこのぐらいの鉢じゃないとね、うんうん、難しいです。そうですね、こっち前か、はい、あ、こっちは前だ。そうです、ごめんなさい花あちこちに咲くんでね、前に咲くとは限らないんだけど、うん、ここにあるでしょ。ありますね。でこの辺にもあるし、あとどん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 出てきますから、うんうん、一年中楽しめると思います、はいはい、もし小枝がこの辺からいっぱい出たらこの太いの取っちゃっても、うん、ここからそうです、ね、ここから取っちゃう、ここから、うん、そうするとあの上が綺麗になる。これちょっと太すぎるのこの枝が ね、うん、ただ花芽があるんですよ上っ側に。だからお花見てからね、葉っぱ出てきたらね、ここ取っちゃってもいいと思います、はい、であと苔張ったらまたここが少し隠れますので、このくらいまで、うん、これでも結構花すごいですよね。うん、うん、ね、立派ですよ。じゃあ次は
大きい長寿梅、こういうやつがどんな感じに、鉢にあげるとかっこよくなるかっていうのをやってみましょう、うん、はい、でも大野さんサイズじゃないですよね、うん、でもやり方一緒だからね、やり方一緒、うん、うちはあの苗木は大きいのも売ります。豆ばっかりだとお客さん限定されちゃうし、うん、なるほど、うん、そんなちっちゃいのばっかりだとね、うん、棚が埋まらないじゃない、確かに広いです、うちの国風の棚ね、鉢、うん、と苗木と豆盆栽と草と、うん、私は草がね、うん、豆ズタとかあと多肉とか、まあ、ちょこちょこ、なんか商品は、まあ、長寿梅は多いのと、あと、まあ、いろんなのがあるんですよね、うん、あのいろんなものを少しずつですね、うんうん、量的には心拍ちょっと打っちゃったんで、ちっちゃい心拍がなくなってしまって、はいはい、うん、何でもありみたいな。あとモミジかな、清姫が結構いいので、うんうん、清姫を持ってきますけどね。なるほど、ほらこれはほら浅いでしょ、うんうん、ね、こういう古い木はね一回ちゃんと植え替えてあるんだよね、刺しっぱなしじゃないってことですよ、うんうん、このぐるぐるってしたやつを寝伏せにする人がいるんだよね、はい、これこのくらい太ければ出るわね、うんうん、僕もよくやります。そうですか寝伏せの方がやっぱね木がいいですよね、面白いのができるんだよね、うん、これだよねここら辺まで寝ていて、これは寝伏せです、寝伏せていきます、後で埋めます、まあ、売ってる値段も寝伏せで作った機能がちょっと高いですよね、うん、かっこいいからね、曲がってますからね、挿し木だとどうしても棒が多いんですよ、うん、棒がね、でもこれいいよ、そうですね、これいいこれ結構ちっちゃいのに入る、ありますね、うん、だからこのぐらいのサイズ買ったらね、挿し木も寝伏せもできますし、そうそうそう、上もね見られるし、ちょっと枝切りましょうか、こういうところはこう切ってね、長すぎるからね、これおかしいでしょ、ここで切っちゃおうかな、いや、こう節を短くしていくイメージですか。そうです、そうです、うんうん、あのまあ長いとね、うん、おかしいしね、ただ花がついてるところがあるからまああれですけど、少しずつは切らないと、形が合ってないようなものなんだよね長寿梅ってね、だからどっち前にするかって考えちゃうよね、うーん、考えちゃいますよ、この枝がしつこいね、これうーん、重なってますね、うん、でもこのまっすぐなの取っちゃうと、うん、どうだろう、どうだろうな、針金でも動かない、いや多少曲がるけどね、でも曲げても大したことはないかな、こうかこうかな、一箇所かけると全部かけないとおかしいんですよ、うん、そうそう、これだ、後ろにね行ってるこの枝がいけない、私切るの好きなんでね、うん、曲げないで切っちゃうんですよでもこれ切っちゃうわけいかないわ、さすがに、はい、この枝ね、こうやればいいんだよね、そうですね、ここからこう刺してみますよ、ね、うん、あんまりいじくってもね、あとはねハサミ作りでやってくれよ、長寿梅は長寿梅ね、うん、このぶっといやつだって本当はね、ちょっと向き変えたいとこだけど、そうですね、うん、まあ、そんな高い苗木ではございませんので、はい、最初の年はこれでお花を楽しんでいただいて、あとだからここがまっすぐだから、うん、ここ花いっぱい咲くんですよね、ちょうど花芽がいっぱい出てる、はいはい、これ咲き終わってあれしたらここで切っちゃって、うん、ここで切っちゃうのうん、うん、そうするとこっちの枝出るし、そしてちょっとちっちゃくはなりますが格好は良くなります、そうですね、そう、ただ花がついてるからね、かわいそうだからとりあえず見てもらうかな、うん、花をね、そういう感じですね、でもこれがなくなればね、重なり枝がなくなるからね、ここの部分は後で切ってもらうということにしましょう、うん、かっこいい、そうですね、ぴったりだね、うん、太鼓かっこいい、色もんだと、あ、
こういうのもある。これの方が可愛いかな。こっちは合うね。そうですね。すっきりしすぎてるから、これだと心拍とかだと映えると思うんだけど、これ面白い鉢で、ほら、人海と。書いてあるんだ。泉水。泉水ですね。泉水さん。いい鉢だね。あとは色物になっちゃうとね、色物だと、色物だとこんな感じ。ね、こっちかな。この形からいくと。鉢、ね、もたくさん販売されるんですか？はい、この間も結構持ってったんですけど、今度はガラッと変わりまして、全然違う鉢が大量にいますが、誰さんですか？いろいろ、いろいろ、ケイシンさんとかピコさん人とか、あとはイッソーさんのすっごく古いやつとか、あるものは全部あるものは全部全部は持っていけないと思うけど、あ、こう、そう、こういうのはね、安いのも持ってきます。3個で1000円のやつがすごい面白いのが入ったんで、それは持ってきます。使い勝手がよろしいかと。なるほど。まあね、高い鉢はね、収集家の人が買うから、あんまり使い鉢でやっていくって感じではないんですよ。グリ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 って言ってね、難しいね、流しがね、やっぱり少し流してで、余計な根っこは切っちゃう。もう簡単です、はい、よいしょ。ギューッと引っ張ってピッ、はい、この太鼓のこの中に入れるんで、はい、こうやってね、ここに隙間がこう膨らんでるとこに土が結構入るんですよ、これ。なるほど。こういう形のやつはね、ほら、どんどん入っちゃう、押し込むようにしてありますね。この粘りのとこ見せないと、なんか天気悪くなってきましたね。なんか青空見えるけどね。え、はい、一応植え終わりましたので、お水を、はい、こっちか、こっち前ですね、こうですね、はい、少しこう斜めにね、横に少し流れてる感じですね、まあでもポットでね、見るよりは、お花咲いた時はなかなか、そうですね、見場が良くなると思います、変わらないんですよ、本当。色変えてやる、色をね、少しずつ変えて面白い。同じ苔を延々と張ってるとね、均一になってね、自然味がないから、根っこ隠さないよね。ここの根っこが大事です、苔を張りました。ただここのこの枝が、ここはもうダメなのは分かってるんですよ、ただ裏側に花芽があるから、一応咲いてから、でここ花芽ないから、これ切っちゃう。切っちゃう。なんか立っててね、見てるとね、イライラする。イライラする。こういう枝を。じゃあ切った方が健全ですね。切っちゃって、そうそう、黒い色ちょっと塗ってね。そうするとこっちがすごい目立つね。こっちか。あと花咲いて葉っぱ出て枝が出たら考えましょう。こっちの枝、はい、こっか。石かませたけど、あんまり。あんまり効いてないんですよね。噛んではいるんだけど、もうちょっと大きいのがいいかな。難しいんです。打ち合わせは大変です。とりあえず完成ということで、はい、はいはい、一応ね、あとはもう順次剪定して、いらない枝ポーンと落としたり、小枝作るので、
もう肥料ガンガンあげて、うん、ソジバイは肥料っくりなんで肥料ガンガンあげてます、うん、細かい枝にするのにはもうやって伸びて切ってなって伸びて切って繰り返します。繰り返して細かい枝を作っていけば、はい、いい木になっていくと、はいはいはい、あとは肌がもう来ちゃうだけでだいぶかっこよく見えますからね。そうですね、ガサガサになるとね、うんうん、よくなりますね、はい、そんな長寿梅のお求めはあの大中小まで根巻きで販売しております、はい、よろしくお願いします。はい、立春盆栽大市で盆栽小野さんのところに、はい、ぜひお越しください。はい、おしまい。そうです、そうです、おしまいです。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。